コチャバンバ県の郡コチャバンバ県は、ボリビアのほぼ中央にある県。行政府所在地はコチャバンバ。他の主な町としては、酒場やトトラなどがある。北側が、ベニ県、南側が、ポトシ県とチュキサカ県、東側が、サンタクルス県、西側が、ラパス県とオルロ県に接している。16の郡で構成されている。県土の中央から西部にかけては、 アンデス産無薬中にあり、バジェ地域に分類される。乾燥した温暖な気候であり、コチャバンバの平均気温は18度、年間降水量は約500ミリメートル。産地の標高は4000メートルを超えている。果樹の栽培に適した気候で、ラパスなどのボリビア国内主要都市に農作物を供給している。これに対し、県の東部はアマゾン川の流域にあたる低平な地帯で、 標高は500メートル以下となっている。熱帯気候で年間降水量も3000ミリメートルを超える地域がある。県全体としてはトウモロコシやジャガイモ、小麦、大麦などの生産が多い。県内には国家生産農家が多いチャッパレ村がある。近年、アメリカ合衆国の麻薬撲滅政策の後押しを受けて、ボリビア政府は国家栽培を 他の作物の栽培に転換するよう指導している。しかし、1980年代から1990年代にかけて代替作物への転換に失敗したこともあり、国家農家はこれに反発し、チャパレ地域ではしばしば暴動などの紛争が発生している。2007年1月にも地方自治権をめぐり、国家農家がコチャバンバで暴動を起こしている。このため、 日本国政府は日本人旅行者などにこの地域への立ち入りをしないように求めている。県内には大規模な国立公園として、カラスコ国立公園が南東部に、イシボロセクレ国立公園が北部にある。社団法人海外農業開発コンサルタンツ、協会ボリビア共和国、ユンガスデ・バンディオラ、地区灌外開発計画プロジェクトファインディング調査、報告書 1P、 社団法人海外農業開発コンサルタンツ、協会ボリビア共和国、ユンガスデバンディオラ、地区灌外開発計画プロジェクトファインディング調査、報告書 8P ハットジャイカ研究所ボリビア、国別援助研究会報告書 191P、在ボリビア日本大使館2007年1月ボリビア、外境。ありがとうございます。